自主トレでいくら3800円でございます。自主ライブで3800円。まだ今1000円あげるっていうことを発表してない状態で、こういうチラシをいろんなライブにばらまきまくって、僕らを知らないお客さんもこうフォロワーにして発表しようという動きをしてて、今日がその発表日。面白いアイデアです。チケット値段はこちらです。ドーン、それだ、映ってねえんじゃねえのか。1000円もらえまーす。ということで、スポンサーを募集します。スポンサーというのはですね、僕らの単独ライブマッハ3の最後に、スポンサーとしてエンドロールでお名前を流します。何が違うんですか。ただ5万払った人と1万払った人がいるわけでしょ。500円はですね、はい、もうね500円、結構アリみたいな字をすげえ速さで見えないぐらいのスピードで、うん、5万は5万どうなる。もうすごいよ。何、CG の会社に委託しましてですね裏からもゴゴゴゴゴゴブーンってなって、加藤なんとかみたいなドゴーンってなって、それで20秒静止ですね。いや、なんだゴゴゴゴゴ、あのパチンコの熱い演出みたいになる。情報解禁した今日、はい、今貯まってるお金計算してみましたら、今の金額が39万950円。なるほど。31万ですよ。まあ30万。いや無理だ。30万だね。だって名前載るんでしょ。え、スポンサー来た、スポンサー第1号、なんと支払いが世界少年の吉田悟さん、1公演ですよ、全部1000円、1000円コースで、一番最初に乗る。まあまあ、それおおおちっちゃい、ただちっちゃい、ちょっと早いよ、見えないと思うよ。まあ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 、ちょっと待って、じゃあ25分から、ちょっとお金貸したもう一回一応入れといて、今メモっといて、さあさせてもらっていいですか。おお、よっしゃー、いいな。事務所の先輩ゴロッコさんが、スポンサーになってくれて、ありがとうございます。1000円ですか。ちっちゃいのがすっごい早いです。はいはいはい、見えないから。いい乗るんです。じゃあクラフンが特別仲良くない。仲良くないのに急に山田君スポンサーやっていただきました。さらば青春の光の森田さんがどうもスポンサーです。はい、ついに社長からザ・森東のね。はい、なんすか、なんかちっちゃくて早くなっちゃうんですか。何上限いくらまでなんすか。まあ5万5万です。いや、まあうん、1200円。儲けてない。いや、まあまあ、どうですか。スタート、ちょっと今この舞台上でやったら多分面白い本当にもうなると思うんですよね。いや、いいっすよ、別に。じゃあ、2人ロビンソンズで5000円。ロビンソンズはマッハさんを応援します。マッハのビデオも何だろう、使ってほしい歌詞というかワードを出してて、1000円持ってけ的な、マッハでジャンルはロック作ります。ありがとう、お願いします。楽しみにしてください。東京ビッグシティやってきました。スーパーコミックシティ、はい、イメージ
老人コミケとピアスの次にでかいです。びっくりした。ものすごいじゃん、人数。そう、ピアス。今はまだ解散としてる。これまだ、これは相当売れんじゃない。まあ、さね、朝7時半ぐらいの段階でも人ものすごかったからね。売れるかな。だって何万人だ。何部用意したの。一応今日は300部吸ったんですけど、ちょっとそんだけ持ってこれなかった。150部。足りないかもしれない。いやいや、足りないでしょ。買わなかったらお健康。本当に何彼の思う BL です、これは。精一杯の精一杯の彼のモビールが弁当でも買わんなよ。何されるか分かんない。怖いんだよ。ここに馴染めるように一応そっちの方の服をね、もう着替えていきます。着替えに行きましょう。自然だから。あれ、これガンタ違うでしょ。わかんた、全然わかんなかった。元かわかんた。いや、もう、うっちゃんの T シャツやもん。懐かしい。わおこれがマッパスピードボード製本。製本これなんなの、この気持ち悪いし。無限か。始まる舞台です。今日だけ500円。今日だけ次のところ、あ、もう会場。ただいまより始まります。始まりますよ。なだれ込んでくる。やばい、なだれ込んでくるよ。会社制御。あらあら、すごいすごい拍手。漫画売れるわけないから。サカちゃんがやっぱり一番雰囲気あって、あれちょっといいな。あれは買うわ。でちょっと僕たちは売れるブースに行って研究を。ものすごい行列できてるところすごいから。ものすごい行列。これは何がすごいんだ。僕ら出歩いてる間に一冊売れたっていう情報が。売れた。なんか慌てて携帯で動画は自分の顔だけ撮ってましたね。とりあえずこの調子で。はい、頑張ります。はい、一人来たきり客が途絶えましたね。そうですね。これガンタがうすら気持ち悪いので着替えましょう。なんかイケメンみたいになってくれない。とかやってないから すげえハゲてる。それかぶってた方がいいかも。それかぶってた方がいい。マジでモザイクな。
ちょっと被ってしっかりしっかりやってください。あ、もうサインいただきました。もう出すお客様はお聞きいただきました。どうするんですかこれ。知らないこれ。本当に今回の企画の一番大ネタとしてスタートして、このありさま、これやばいっすね。乗らなきゃお元気でしょ。まだ言ってんのか。もういいよ、帰ろ帰ろ帰ろ。そうなんじゃねえ。あ、言い忘れたけど、これ馬代7200円だよ。それ知らんかったから。知らんかった。金かかるに決まってるじゃん。誰 BL が金になる。